こんにちは、チョメです。今日は卵技、ヒバギ、飛び潔り、不意打ち。これをね、他のヒバギにコピーするやり方をやります。で、動画の最後は、この作り方もやります。まず、ここに、ポケモンの技を忘れる人がいるから、これでね、覚えたい卵技があるだけ、忘れさせておきます。まあ、今回はね、2つほどやるから、2つ枠があればいいから、こうやって忘れさせることはしなくていいんですけど、これが例えば覚えてる技4つね、コピーしたい場合は3つ忘れてまた1個忘れて移す感じになります。まあ、とりあえずねやってみましょうか。これをこっちに移す感じでは、まずこの子とこの子でやってみましょうかね。普通に預けます。この子とこの子、はい。でちょっと自転車でぐるぐる回っておきます。はい、1分ほどでいいのかな。するとこんな感じに、ほら、飛び潔りと不意打ちが受け継がれております。まあ今オスとメスでやったんですけど、次メスとメスもできるかどうかっていうのをやってみますね。このなんか覚えてないメスと、あ、今回ノーカットでいこっか。大体でいいですよ。これ、あ、まず、まあ、どっちでもいいんだけど、あ、こっちからにしとこっか。あ、これどっちでも多分大丈夫と思う。こうやって預ける。卵技のなんかコピーさせる感じですね。ノーカットでいくよ。まあ、自転車で1分もかからんかったな。こうやって普通に走ってました。これね、私もどのぐらいかわからんから、ちょっと最初のやつカットしちゃったんだけど、こうやって走ってもうちょっと速くできるかもしれない。この辺に来てこうやってぐるって回ったら加速しないでねできてました。だからどのぐらいの距離走れれば待てばね遺伝されるかっていうのが分かれば、もうちょっと最短距離、もうちょっと短い時間でねできるかもしれません。こんなにね時間かからないかもしれない。はい、戻ってきた。動画の最後にどんぐらいやったらなるっていうのをね、ちょっとやってみるか。引き取ります。まあ、卵はできません。メスとメスなのでね、子供は生まれませんが、技はね、受け継がれていると思います。この引き、今受け取りましたよね。まあ、ノーカットにしてますよ。ちゃんと、見れるようにね。このメスとメス、ほら、飛び潔りと不意打ち。簡単でしょ？こんな感じに、後からね、足したい場合も、こうやってね、コピーができます。今、ヒバギとヒバギ同じ種類。だから、エースバーンとかに、これ、進化させちゃった場合は、このヒバギをエースバーンにすればいいです。私ね、初めて作った時、エースバーンで、ね、卵技で飛び潔りと不意打ち覚えるって知らなかったから、技こんな感じなんですよね。例えば、ヒバギとエースバーン預けても、これね、覚えないんですよ。エースバーンとエースバーンにしないといけない。であと、このエースバーン。枠は開けとかないといけない。だからさっきみたいに忘れさせ屋さんで、例えば火の粉と電光石火を忘れてって感じ。まあちょっと試しにやってみよっか。技を忘れる。このエースバーンに覚えさせるからね。まあ分かりやすいように、飛び跳ねると火炎ボールをさ、ちょっと忘れさせますね。いや、普段はこれ忘れさせないんだけどね。動画的にちょっとね、わかりやすいでしょ？はい、わかりやすいように電光石火だけにしました。まあ、これね、失敗例でヒバギーとエースバーン預けてもいいんだけど、ちょっと時間の無駄になっちゃうから、このヒバギーをね、エースバーンに進化させて、まあ、エースバーンとエースバーンやったら、まあ、できますよって感じです。で、枠を開けとくって感じです。ちょっとまあ、ここはまあ、ヒバギーでやったから動画にしなくていいか。じゃあ次はこのヒバギーに、不意打ちとかを覚えさせる方法をね、ちょっとやってみようと思います。他にも動画出してるけど、もう一回復習でやりましょうか。まあ、簡単に説明すると、このヒバギーとメタモンで、メスのヒバギーを作ります。まあ、大体オスが多いと思うからね、このメスのヒバギーがいればいいです。で、今特性モーカ、夢特性じゃないけど、このモーカで大丈夫です。なぜかというと、コピー方法があるから、まあ、不意打ちのポケモンはね、この辺に出てきます。性格厳選したい人は、この時に、ムンナ、先頭に入れとった方がいいです。後々、結構役に立つからね。で、ここに、こんな感じにいっぱいいますから、体当たりをします。
で、オスを捕まえます。まず性別チェック、これオスだね。オスだったら捕まえますね。こんな感じに捕まえました。で、このバリアード、強さを見るってやったら、こんな感じに不意打ちを覚えております。で、性格も厳選した。今回、容器を作っておこうと思います。だから、この時にバリアードに変わらずの石を持たして、メスのヒバギがいるんですけど、これを配合させたら、あの不意打ちがね、あの伝承されております。まあ、ちょっとやってみよう。配合っていうか、産ませたらね、卵。メスの卵が生まれるからね、メスにする必要がありました。はい。で、この卵が生まれるのはね、大体覚えておりますよ。もらえるのか、この青いおじさんのところで U ターンすれば、このダッシュは使えます、今回。普通に卵が発見されます。はい。で、これを産むと、不意打ちがね、持ってるね。あのやつが生まれるから、ちょっとここはカットしよう。さすがにちょっと卵孵化させますからね。卵の孵化のさせ方って説明しなくていいような。こうやってある程度走ってたら卵が生まれる。で、あの敵炭山とかなんか炎の体を持ってるポケモンをパーティーに入れとくと卵が生まれやすい。まあ、卵の発見される確率とかのアイテムとかね、必要な道具も私動画に出してるのでね、よかったらちょっと見てみてください。手持ちに入れておかないといけません。こんな感じですね。これでずっと走ってる感じです。さすがにそれわかるか、みんな。ここまで来ると。こんな感じに。走ってたら卵が生まれるからね。卵が生まれるって表現おかしいな。ヒバギーが生まれます。このヒバギーが不意打ちをね、伝承してるはずです。ちょっと見てみましょうか。ポケモン、これ忘れさせなくていいからね。親のところもう自動的にこんな感じでね、引き継がれております。不意打ちで、これね、あの特性猛火になっとる。これ夢特性にしていこうと思います。ヒバギーのオス、まあ、結局メスがいるんだけどね。こんな感じにリベロ、特性リベロのメスのヒバギーと、あのオスのヒバギーを、これ不意打ち、これで預けることによって伝承されます。まあ、初めて作る人は、メスの、夢特性である人は、リベロのメス、最初から作っとった方がいいです。今私、猛火でやったけどね。なんでこんなことやっちゃったかというと、なんて言うんだろう、夢特性リベロのエースバーン、作っちゃった人はもうこれでいいんです。初めて作る人は、この夢特性作りたかったら、このメスのね、リベロのヒバギーを作った方がいいです。で、どんどん飛び裂りとか不意打ちとか、これを起点に産ました方がいいです。でももう作っちゃった人、リベロのオスのエースバーン、技だけ伝えたいっていう人はもうこれ適当でいいんです。モーカとかでも。これを、このヒバギーを、レベルアップして、エースバーンにして、この2つ預けてたら、こっちに引き継がれる感じだからね。ちょっとヒバギー、エースバーンにしてみますね、これを。これね、一気に上げてもね、エースバーンにならないか、こうやって刻んでいった方がいいですね。レベル35になったらエースバーンに進化しました。で、これ先ほど、猛火のやつですね。猛火で、不意打ち覚えたところ。リベロでね、技電光石火のみ。オスとオスでもちゃんとね、教えるみたいです。はい。最初の動画と同じですね。ヒバギの時と同じです。こんな感じに。
2匹は預けます。あ、ちょっと短く走ってみるか、今回自転車でどんな感じか。今回ちょっと速度アップも使ってみようかな。こんな感じ。この辺まだ私も試行錯誤してないからさ、時間が一回今ダッシュ使ったよね。まあ分かりやすいところがいいよね。この辺で戻ってみるか。でダッシュを使う。あとはダッシュが使えたらダッシュを使おう。あ、引き取って覚えてなかったらまた二度手間になっちゃうからね。まあ、ある程度こうやって分かりやすい感じの方がいいかなと思っております。ダッシュは3回使いましたよ。ちょっと引き取ってみよう。この引き取っとる動画を出してるってことは成功してるってことですね。あの、失敗したらカットしてるからね。はい、早速見てみよう。引き継がれてるかな。これはボックスで見た方が早いかな。こんな感じ。ほら、不意打ちが伝承されたから、もうあの一回このエースバーン作ってたら、あの適当にね、あの不意打ちとか卵技を伝承させればいいです。あの、儲かっても何でもこっちは変わらないからね、特性が。まとめると、あの、預けてるだけでコピーができるのもあるし、こうやってメッソンとかも不意打ち持ってるんですけど、こうやってオスのメッソンとあのメスのヒバギンを預けて不意打ちを覚えさせたりとか、飛び裂けりを持つオスのポケモン捕まえてきて、オスの飛び裂けりのポケモンとこのメスのヒバギであの飛び裂けりを伝承させたり、で親コピーする場合は技のところを忘れたり、このあと電光石火忘れて残り3つを伝承させたりとかね、いろいろできます。まあ、1回作ればもうこうやって適当になんか伝承させたエースバーンのやつでコピーができるという感じです。だからこれが色違いで、今私エースバーンオスにしてるんだけど、メスエースバーンの色違いやっと手に入った、でも夢あの伝承させたいっていう人はこんな感じでやれば大丈夫です。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。他のポケモンも同じような感じでできますからね。卵技って検索して卵技で伝承の場合はですね。じゃあ失礼します。ありがとう。